ジャン君さ、アンズちゃんのお迎えに行ってみない？そうそう。アンズちゃん、ジャン君がケージの中を覗いてるよ。見に行った。ありがとう、見に行ってくれて。アンズちゃんご飯食べにおいで。ご飯あるよ。アンズちゃん。Thank you.
後ろをうろうろしてるみたいな。ただ一瞬ね、ちらっと茶色いものがキャリーの間に少し一瞬見えたような気がしたんだけど、でもそのそーっと見たらもうなかったから、もう分かんないでね。まずはあんずちゃんを待つしかないね。これはそうなんだけどね、次からなるべく入らないようにする。ポンちゃんがチェックに来たよ。あんずちゃんが立てこもりをしてからそろそろ1時間経とうとしているかな。まあおおよそですが、そのぐらい経ったと思います。音が一切聞こえないということは多分棚の裏で寝ていますね。さあそろそろお腹が空いたんじゃないでしょうか。あんずさん、そろそろどうでしょう。あ、なんか音がした。あ、違う、これは動画の。あ、だった。さっきまでね、ちょっと動いてたんだけどね、うん、そう、本人が自分の意思で戻らなければ全く、意味をなさないというか、ちょっと危険なところへ入っていくと思いますので、さらにここから待ち続けようと思います。
アンズちゃんがちょっと顔を出してきましたんで離れときます。はい、アンズちゃんは立てこもったのではなくて長いちょっと長めのお散歩に出ただけなんです。なので戻ってきたらご飯を食べてゆっくり休むはずですよね。アンズちゃん、ちょっとなんかポリポリ書いてるのかな。なんでこういう時にくしゃみというかね、